皆さんこんにちは、ハッタと申します。今回はちょっとした注意喚起動画です。早速ですがこの映像をご覧ください。ドアミラーの下をアップにした映像なのですが、塗装面に何かが垂れたような跡があるのがわかるでしょうか。サムネですでにネタバレしていますが、ガラコがボディに垂れたためにこのようにシミになってしまいました。洗車後にスプレータイプのガラコを使用してドアミラーを撥水加工したのですが、スプレータイプのガラコを直接ミラーに吹きつけてしまったためにガラコの成分が洗車で残った水に混じってドアの塗装に垂れてしまったことでこのようなシミができてしまったんですね。しかもガラコの成分が塗装面と反応しちゃってるっぽいのでいくら擦っても落ちませんでした。ガラコのサイトを見ると注意書きの一番上にボディに付着したらすぐ拭き取るよう書かれていますね。ですので完全に僕の責任です。ガラコ自体に問題があるわけではありません。ガラコには様々なタイプがあり、このような本体のフェルトで塗り込むタイプや今回の塗装面のシミの原因になったスプレータイプなどいろいろありますが、もしスプレータイプを使用する場合は直接ガラス面などに吹きかけるのではなく、タオルなどに吹きかけてから塗り込むようにしましょう。ドアミラーのような面積の小さい部分ではなくフロントガラスのような大きなものに使うとしてもスプレータイプはかなり飛散しますから、やはりタオルなどに一度吹きかけてから塗り込むことをお勧めします。ちなみに僕はこれ以降フェルトタイプのガラコしか使わないようにしています。フェルトタイプならガラス面以外に飛散することもないので、特にこだわりがなければフェルトタイプが安心ですね。とまあ短い動画でしたが注意喚起になれば幸いです。スプレータイプに限らずガラスの撥水剤は塗装面に付着すると反応してしまうので、僕のように横着せず塗装面に付着しないよう施工してください。あとガラコのウォッシャー液も塗装面と反応する可能性があるみたいなので、こちらも注意が必要ですね。今後も動画制作頑張っていきますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画で。